どうも、国さんです。私は今現在茨城県の潮来市というところに来ております。今回のね動画の内容なんですけども、今回はですね、まあ前回の動画でね皆さんにご説明したと思うんですけども、千葉県のですね香取市の方の佐原のエリア、こちらが小江戸と言われておりまして、そちらのね香取市の歴史と観光をね皆さんにご紹介していこうと思っております。はってね、多分皆さん思ってらっしゃる方もいらっしゃるかと思うんですけども、なんでね千葉県の香取市の方観光で紹介するのに茨城県の潮来市なんでそっちにいるの、まあそういうね思ってらっしゃる方もいらっしゃるかと思うんですけども、まあこれはねちゃんとした理由があるんです。こちらのですね茨城県の潮来市のねこちら側なんですけども、こちらの川からですね南側のこちら南側行きますとね千葉県の香取市になりまして、この茨城県の潮来市のね河川敷のところからですね小舟で南に行って香取市の方に行きまして、そうしますとね加藤津十二橋というね観光エリアがございます。そこをですね小舟で向かいまして、その加藤津っていうところのエリアのところにある十二橋があるところの小さい川ですね、そこを小舟でね巡るというそういう観光スポットがございまして、出発地点がですねこちらの潮来市の方からなっているという形なのです。それなので私はですねその船を乗るためにですねこの茨城県の潮来市にいるというわけです。はい、目の前に見えますここですね、ここがね十二橋巡りの乗り場になってますね。はい、このような形になってます。あと手前にね白いここに看板があるんですけども、ここもあやめでね有名な観光スポットになってますので、まあその時期の6月になりますと期間限定のね定期運行という形で土浦行きのね船も出てるんですね。超高速船ジェットホイールつくば号っていう書いてありますね。そういうの船もねあるんですね。それでね加藤津十二橋ってどこにあんのっていうところなんですけども、今目の前に見えるのが北利根川なんですけども、この正面に見えますね紫色のなんか建物ありますよね。ずっと拡大していきますとこちらになるんですね。はい、これがね水門になってまして、この奥側に建物が見えると思うんですけども、こちらがね加藤津というエリアになります。確かね千葉県香取市加藤津っていう形なんですかね、ちょっとね地名まで忘れてしまったんですけども、でこのね加藤津というエリアの中にこの目の前にあるね水門をですね船で通りまして、で通っていくとねこの加藤津の中心エリアにですね十二橋と十二個の橋がかかってるっていう形で、まあその橋の下をね船で通って巡っていくと、そういう形になってます。ここが観光スポットになってるんですね。そして私がさっきそこにいたんですけども、こちらずっと来ますとねここがねあやめがたくさん咲いてる場所になるんですね。今現在もう10月下旬なので、まああやめはさすがに咲いてないんですけども、6月上旬もしくは5月下旬ですね、その時期になりますとここ一面ですねあやめが咲いてるというそういう観光スポットになっております。はい、スタスタ歩いてきましたらね、はい、こんな看板がございました。潮来のあやめと、水戸光圀公の句で知られるあやめ花武将は水郷地帯に群生してましたと。私知らなかったんですけども、あやめ、かきつばた、あと花武将含めてあやめとね当時はそういう風に呼んでたんですね。花武将は江戸時代特権階級のみに許された観賞花で、特に武家専有の花であるとされていましたと。かなり位の高いというかそんな感じの花だったんですね。5月初旬にあやめ、中旬に柿つばた、下旬から6月末まで花武将っていう形で咲くんですね。それではね十二橋巡りやっていこうと思うので、船を乗っていこうかと思うんですけども、ちょっとこっちの店やってるかちょっと分かんなくて、なんか向こう行くとねなんかおばさんが、はい、それらしき人がいるので、ただ船乗れそうですかね。はい、ちょっとまあ乗れるところを探してね乗っていこうかと思います。ダメだこっち、ほら6月期間中と書いてましたね。こっちは6月限定みたいですね。はい、いやこっちはダメだ。ちなみに料金表なんですけど、こちらですね相乗りで5人乗り以上でしたら1400円、1000円台ですね、1000円全般ぐらいで乗れるような形で、まあ貸し切りの金額、はい、こんな感じになってますね。はい、あそこにねらしきお姉さんが2人、服装を見るとこんな感じで、あ乗れそうかな。はい、あ行ってみようと思います。は
はい、乗れそうだ。いやー、船の中はこんな感じになってるんですね。水門に到着をしたので、まずはねこの水門をくぐっていきます。なかなか体験できないことなので、くぐるだけなんですが、アドベンチャーな感覚でとっても楽しいですよ。中に入るとちょっと小さな空間のところに入ります。そしてくぐってきた水門をですね閉じ始めます。この水門はですね時間がかかるので、ここは早送りしてるんですけども、完全に閉まりましたら船の下のね水位を下げていきます。水位を下げる理由なんですが、水門に入る前の北利根川の水位と十二橋川の水位が異なってまして、十二橋川の方が水位が低いんですね。今いるところで水位を下げてるんですね。水位が十二橋川と同じになったので、十二橋川の水門が開いたのでこちらに向かいます。はい、まずは一つ目の橋が見えてきました。右手側には階段が見えますね。江戸時代頃には加藤津は船が主要な交通手段だったので、当時の家のメイン玄関はこの階段なんですね。左右に見える石壁は栃木県の大谷石とのことでした。軽くて加工しやすく湿気にも強いので採用されてるんじゃないかと思います。奥を見ていたら青い鳥がおりました。くちばしが長いので、これはカワセミですね。久々にカワセミが見れたのでとても癒されます。こちらはちょっと前までお土産屋さんをやっていたところみたいです。コロナ禍になってから観光客が減り閉店してしまったそうです。団子の販売もしていたということなので、船に乗りながら風景を楽しむということも営業された頃は可能だったんですね。営業再開はわからないとのことでしたので、復活してほしいですね。いやー、十二橋巡り、いやめちゃくちゃ楽しかったっすよ。今ねお店自体はですねここです。はい、ここねお二人女性がいらっしゃるので、ここに声をかけてここで船を乗ってずっとですね北利根川を渡りまして、ずっとこちらのね加藤津のエリアの方に向かっていくと、はい、
そういう船の旅になりますね。はい、佐原駅北口のね駐車場まで運転してきて、ここに止めました車。さっきのね潮来市のね船乗ったところの女性2人の方にですね、まあ船乗り終わった後ちょっとお茶でも飲んでいきなよって言われたんですけど、撮影が遅くなっちゃってるんで時間1日取りきれないから先行きますって言ったら、コーヒーをねグイッと1杯飲んできなよと、チョコレート2つぐらい持ってきなって言われて、まあそれをねもらってグイッと飲んでチョコレートもらって食べてっていう形したんですけども、まあねやっぱりお年寄りの方はねやっぱ優しいですね。うん、やっぱこういうのって昭和のやっぱ心と言いますか、うん、こういうのがね和みます。そこでねちょっとこの駐車場でびっくりしたんですよ。駐車料金がですよ、ここ見ますとね、うわ24時間ごとで300円、1日300円なんですよ。めっちゃ安いっすよね。それではねこの次はですね、この佐原駅から電車に乗りまして、隣のね香取駅の方に向かおうと思います。そして香取神宮の方に向かおうと思います。香取神宮の方はですね、この佐原駅からねバスが出てますので、まあそっちに乗った方がね香取神宮の方着くのは早いんですけども、私はねちょっとあることをしたいので隣の香取駅、まあそちらの方で降りまして香取神宮向かおうと思います。はい、佐原駅の方に着きました。これから電車乗っていきます。はい、電車はですねこちら0番線目の前にあるこの電車ですね。はい、香取駅に着きました。香取駅はですね無人なんですね。ここでこちらの方に看板がございまして、香取神宮に行くね地図ですねこのようにあるんですけども、香取神宮まで徒歩で30分、結構ね歩くんですよね。やっぱ佐原駅の方からですねこの香取神宮の方にバスが出てますので、まあそちらの方がね交通の便がいいんですけども、これからご紹介するとこちょっといいところなので、この次のね動画ご覧になってください。はい、利根川の方まで香取駅の方から歩いてきました。だいたい10分から15分ぐらいですね。私はねこちらに今おります。はい、大きな鳥居なんですけども、すごいね木でできてる鳥居になってるんですよ。なんでねここにね利根川のとこにこういう感じで、はい、鳥居があるのかって言いますとね、その昔江戸時代とかになりますとね、ここはね利根川の下流になりますので、かつね江戸時代はね船が盛んに、ここはね物流という形で船がねたくさんここにね利根川で見られたというところなので、こちらにね香取神宮に参拝に来られる方はですね、船でずっと利根川をね上流の方から下流の方にここまで来まして、この鳥居がね香取神宮なんですよっていう形でね目印になりまして、こっちのですねここから船でこっちに陸地に上がりまして、こちらの鳥居から香取神宮の方に、ここが参道という表参道という形で、こちらでどんどん歩いて神宮の方に向かっていく、まあそういうところなんですね。はい、ここはですね一の鳥居っていう形なので、昔江戸時代、まあ明治とか、まあそこら辺あたりなんですかね、その時代の方はですねここでずっと参拝という形でここを通っていった、まあそういうところの歴史たるところなんですね。はい、それではねこの参道をね私と一緒に歩いて行って、どんな場所なのかっていうのをね見ていこうかなと、そして香取神宮の方に行こうかなと思います。しかしこの鳥居かなり大きいんですよね。いや立派な鳥居だなって、すごいねインパクト絶大です。いやでかいわ。
はい、近くまで来たんですけども、こうやって手を触りますとね、こんなでかいんですよね。いやー、どのぐらいあるんだろう、直径40センチ50センチ、そのぐらいあるような感じですね。いや、立派だわ、圧巻です。こうやってね、利根川を見ますとかなり大きい川なんだなっていうのが分かりますね。川がでかいだけに鳥居もこのぐらいの大きさないと、まあ目印としてはまあダメみたいな感じなのかな、まあ分かんないですけどね、なんでこの大きさにしたのかっていうのはね。そこでね、今度この堤防、ここ堤防はねサイクリングロードになってるんですけども、この下行きますとね、ここにね、はい、この石でできたものがねありますね。おお、すごい、ここにね明和って書いてますよ、ほら。いや、古いものなんですね、かなり。はい、でこっちは、あ、除夜塔か。あ、この除夜塔っていうのはですね、昔これ上にね、ここ明かりつけて、まあ灯台みたいな形で、あー、なるほどね、船でここからずっとね下ってきて、ここのね鳥居もあるんですけども、ここはですね参道なんですよ、香取神宮の入り口ですよっていうのをね、ここで明かりをつけたっていう形で目印なんですね。あ、ここに書いてあった、昭和52年6月1日指定に教育委員会がしたんですね。はい、文化財であると、はい、そのような形で書いてますね。お、なんか古い石がありますね。やっぱ参道の目印みたいな形でこんなのもあるんですね。ちょっとね、文字やなんか書いてあるんですけども、ちょっと分かんないですね。はいはい、雨が降ってきてしまったんですけども、表参道ちょっとね歩いて5分ぐらいなんですけど、まあこんな感じでね、表参道のところにはちっちゃいね神社、お寺みたいな、まあ神社っていうんですかね、はい、ってみたいなものがありますね。はい、こちら見ますとね、東の宮押尾神社って書いてますね。香取神社の表参道沿いの角宮あざ東宮に鎮座し、香取神宮の拙者でイザナミミコトを祀る。創建は古く不詳であるが、現在の社殿は慶長12年1607年に徳川幕府により造営されたものであると。西の宮とともに浜手守護の神と言われていると記載されておりますね。ちょっと私はね詳しいことまでわからないので、ちょっとここはね説明できないんですけども、神宮っていうのはね、まあお寺とか神社とか、その中でもかなりね位の高いところなので、神宮の表参道のところにはですね、こうやってちっちゃなお寺みたいなのがあるんですね。はい、目の前にあるのはですね、行きのね電車、成田線、鹿島線ですかね。はい、そこをね歩いてきたらですね、ここにもね看板がございました。この隣には赤いね、ここ橋になってるんですけども、ここを見ますとね、ただず橋、草履抜き橋、ジョン抜き橋とね、はい、書いてあります。ここにまあ書いてある通りにですね、香取神宮への表参道にかかり礼兵士、この礼兵士っていうのはね下に書いてあります。朝廷から毎年神社に礼拝、神に奉納するものを建て祭るために使わされる勅使と、まあそういうものをね礼兵士というんですけども、参考の時にはですね、ここで身をすすいだと言われている、まあ清めたっていうことですね。米兵の見張り所もあったことから、忠津橋の名前がついたんですね。はい、角宮大橋とも呼ばれたと。ここの人々はこの場所で豊富な湧き水の流れに身をね清めて、衣と衣類とね、草履ですね履き替えて、自分が身につけているものをね新しいものに、綺麗なものに変える、そういうことをして香取神宮の方に向かったと。でまあ草履変えたので、まあ草履抜き橋と、靴を脱いだり、まあ草履を抜くので靴脱ぎ橋と、ジョン抜き橋と転化されたとも言われると。はい、そういうところなんですね。でこちらに大きな文字でね、香取神宮表参道、なんですかね、竣工記念碑っていう、はい、そういう感じで書いてありますね。ちょっとね小さい文字もいろいろ書いてあるんですけども、まあ苔とかついちゃってるのも全然、はい、読めません。まあ記念碑なんですね。まあ左手の方にも古い、はい、ございます。この字もちょっと読めないな、ちょっとわからないっすね、すいません。橋の下は、川はですね、現在はこんな感じになってるんですね。橋にここに着いたら下にこう降りてって体を清めると、はい、そして草履と衣類をね
新しい綺麗なものに交換してこの橋をね渡っていったんですね。なんかいいですね、歴史を知るっていうのは。奥の方に見えますのね、赤い橋、さっき渡ったところなんですけども、歩いてきてこちらにですね、新堂山古墳群と、はい、古墳もあるみたいなんですね。ちょっと私もこれわからないんですけども、まあね、こんな古墳があるようです。確かなんか前方後円墳だったところみたいなんですけども、奥はですね、まあ、こんな感じで山を登っていくような感じになってますね。はい、それではここをね過ぎてまた先に進みたいと思います。はい、途中にですねこんなお休みどころみたいなところもありましたね。カフェモミジと書いてあります。ここのね参道に観光に来られた方はですね、ここで休憩っていう形でコーヒーとかケーキとか、まあ、目の前のね丼うなぎって書いてあるので、まあ、ご飯も食べれるみたいですね。はい、奥の方に、なんか黒板があってうな重のお店と書いてます。ちょっとここは私寄らないんですけども、はい、じゃあこれからね先進みます。香取神宮に近くなるにつれて、山が出てきましたね。木がたくさん生い茂ってますね。まあ基本神社は標高が高いところにあるのが神社ですからね。いや、なんか神社らしくなってきましたね。香取神宮まで 800m って書いてますね。香取駅まで 1240m って書いてますね。この道路まっすぐ行けば多分表側に香取神宮通じる場所だと思うんですけども、今回はね昔の人が通ったというところを通りたいので、確かこっちで良かった気がするんだけどな。ちょっとこっち行ってみようか。こうやって畑を見るとね、やっぱここら辺のエリアはねお米がたくさん取れるエリアですもんね。千葉県の中で一番ねお米が取れる地域、潮来市の方もそうなのかな、ちょっと分かんないですけど、香取市はですね、まあ、千葉県の中では一番お米が取れるエリア、インターネット上ではねそういう形で調べた限りだとそうなってるんですけども、いやーのどかですね。いやー心が癒されるわ。いやー幻想的だな、木がすごい、いやー立派だわ。あ、ここにもね鳥居があって、下にお水がありますね。なんかお魚がいますね。はい、こんな感じで、あ、水きれいですね。はい、ここもあれですかね、体を清める、ところなんですね。はい、あ、さっきのね鳥居があったとこなんですけど、あそこ大阪の井っていうかね、でそこで右側こちらですね、こっから、香取神宮行く道になってるんですね。わー昔ながらの道っていう感じですね。まあ、江戸時代とかそういう時代にはこういう道を通ってったんですね。はい、だと思いますけども、行ってみましょう。ちょっと雨降ってるのでちょっと足元気をつけていかないと。わー結構急ですね。はい、ここに神宮と書いてありますね。こっから先が香取神宮の、まあ、敷地ということなんですかね。はい、よいしょ。お、開けてきたな。なんか鹿がいるとこなんかありましたね。まあ、鹿はね神の使いですからね。さっきここでね鹿見てきたんですけども、スタスタ歩いてきましたらね、ここにねお団子屋さんがありますね。観光亭っていうんですかね。はい、寒い通る亭で見晴らしの良い休憩所、どなたもご遠慮なく、はい、って書いてありますね。はい、あ、上からなんか登って見晴らし台みたくなってるんですかね。はい、はい、香取神宮のね表の方に来ました。はい、これがですね総門になります。いや立派な建物ですね。私はですねこちらの道の方からねずっと手前に来て今ここにいるような形です。はい、それではね、参拝しに行こうと思います。はい、次はこちらになります。はい、これがですね国指定の重要文化財である楼門になります。いやー綺麗ですね。
ちらがですね香取神宮の拝殿になります。人のためのね建物っていうのが拝殿で、奥の方にはね本殿ですね、神様のための建物っていう形ですね。いやー立派ですよ。はい、拝殿のね奥の方来まして、本殿がね見えるところ来ました。左にあるのがねこちらが拝殿で、こちらがね神様の建物で本殿ですね。いやー本殿立派ですね。こちらにですね香取神宮境内案内図ありました。私はですねこちらの方からずっと来まして、北側の方からぐるっとね外の方を回ってきまして、そしてここのね東門から中に入って楼門入って拝殿の方に行った、まあそのような形で歩ってきたような形です。そして今ずっとね戻ってきまして、今現在地と書いてある今ここですね、ここにですね赤い鳥居があって、でここにね商店街みたいな形でお店がずらずらとあって、本来であればね車で来た方はここで駐車場ありますので、ここから止めてこういう風に入っていくという、はい、これがね現在一般的な入るルートはこっちからなんですね。私はね歴史という昔の江戸時代の人たちのね流れといいますか、はい、入ってくる流れをね、まあ、体験したいという意味でこう北側の方から回ってきたという形を取った、まあそういう形なんですね。こちらがね先ほど話しましたお店がある通りですね。はい、そしてこちら側、はい、ここがね本来の香取神宮の、まあ、入り口ですね。こんな感じになってます。はい、まずはねバスの時刻確認、田原駅の方に向かいますので、まずねこちらを見ますと14時40分ぐらいなので、次はね55分発なんですけど、まあ団子食べたいので15時35分、40分ぐらいか、はい、ぐらいのバスに乗っていけばいいですかね。そしてねバスの料金なんですけども、下にここに書いてありました、大人300円ですね、中高生100円、あやっぱ安いですね。それではねここで焼く落とし団子、ここですね、それは有名なんですかね、亀甲堂、じゃあここでお団子食べてお茶飲んでちょっとゆっくりしていこう。いやーここの焼く落としお団子めちゃくちゃうまかった。いや柔らかい、いやここねぜひね食べに来てください、めちゃくちゃ団子美味しい、柔らかくてねかなり味が良かった、明日お土産買っとこう。ちなみにですねここの香取神宮の紅葉なんですけども、11月の下旬ぐらいから12月の上旬にねピークを迎えるという情報で、それがインターネットの方で記載されておりました。この動画がね掲載されるのが多分そのぐらいじゃないかなと思ってるんですけども、まあすでにここもね紅葉始まってるんですよね。こんな感じでちょっと暗くて見えないかな、なので12月上旬から11月末ぐらいにですね、ここ結構ね紅葉の穴場らしいので、皆さんね紅葉今年行きたいなって思ってらっしゃる方はですね、一つの案としてここ行ってみてください。はい、どうもありがとうございました。はい、中継橋というバス停でね降りました。
降りたらですね、こんな感じで昔ながらの建物がね、あるような形です。そしてこちらの方に行きますとね、ここにですねソフトクリーム屋さんがございます。ここのね田原はね醤油が有名な場所ですので、お醤油のねソフトクリームありますので、それを食べようと思います。はい、これがですねお醤油ソフトクリームです。ちょっとね白くはないですね、白からちょっと黒くなってるような感じの。それではねいただきたいと思います。いただきます。おー、甘じょっぱい。うん、最初にね醤油の味わい、うん、それがふわって最初来て、後からねこれは何だろうな、うん、ミルクですね。うん、最初に醤油の味が来て、後からミルクの味わいが来るような感じのソフトクリームですね。うん、バッチグイグイ。はい、私が今いるところはですね、この中継橋というところになるんですけども、ここがね田原のですね中心街になります。今目の前にこの流れてる川がですね小田川というところになりまして、このね奥の方に行きますと、ずっとねこれがですね桶橋と言いまして、ジャージャー橋というそうです。ジャーッと流れてるからねジャージャー橋というんですね。そしてこちら側の逆側なんですけども、こちらもね情緒ある風景が、はい、いい感じですよ。この小田川のね左右にある木はですね柳ですね。はい、これは何屋さんなんだろうな、ムージャン、あ、フランス料理、フレンチなんですね。はい、佐原町夜間、はい、お土産屋さんですね。昔ながらの情緒ある風景、いや心が和みますね。お、牡蠣がめちゃくちゃ鳴ってる。このね小田川ですね、ここの地元のね農作物のですねお米、それでお米から作ったお酒、もしくはあとは醤油ですね、ここで作ったね農作物、それと農作物で作った加工品、それをね船に乗せまして、これのね小田川からですねずっとね北上しまして、利根川に出て、利根川からねさらに上流の方に行きまして、関宿というところがね茨城県の方にございます。そしてその関宿の方にですね行きますと、江戸川がね利根川から江戸川スタートという形で、そこからね江戸川に入って下流の方に向かって、そして江戸の方に行くと、こちらの江戸の方にね醤油、お米、それとお酒ですね、まあそういうものをですね江戸の方で売ったり、はい、そういうことをする。佐原はねそうやって農作物を集運という形で船でね物流で送りまして、ここが栄えていった、まあそういうところにねなるんですね。これがですね国指定のね建物になります。伊能忠敬の宮廷になります。こちらですね、伊能忠敬はですね日本で初めて日本地図を作った人で有名でもありますよね。学校でね歴史で学んだかと思います。16時30分、午後の4時30分までね入館料無料で入れますので、入っていこうと思います。
ここのね桶橋、別名ジャージャー橋、まあこれの由来なんですけども、これはですねもともとこちらのね地域の東の方からですね西の方に向かってですね水を通そうということで大きな桶のような形で通してたらしいの でそれで大桶で通した橋だから桶橋と、はい、そういう形で橋の名所になったそうです。それでついでに水がねジャージャーと流れてるような形なので、まあ別名ジャージャー橋と、そういうね2つの名前がある橋になるんですね。これはねここの小野川ジャージャー橋、ここのね香取市佐原ではですね一番有名な観光地の橋、そういう形のものになります。はい、夕飯のお店に到着しました。今現在ね夕方の16時30分なので、まあ遅いお昼と言いますか、もう夕飯ですよね。ここでねうなぎ割烹山田さん、ここ一番有名なうなぎ屋さんなので、ここでねご飯、今日のねまともなご飯ですね、はい、いただこうと思います。いやー、山田さんのお店入ったらですねすでに満席でして、ちょっと食べれませんね。今日はねちょっと佐原市の方にねホテルまた泊まりまして、そちらの方でねまたホテルレビューやろうと思ってますの でかつねホテルの方でもね夕飯食べようと思ってるので、もうこんな時間でねうなぎ仮に食べてしまってまた夕飯っていうのはねさすがにきついので、まあ今回我慢しようかなと思います。はい、いやー食いたかったわ。はい、翌日のお昼にですねこちらのお店に来ました。うなぎ割烹長谷川さんになります。こちらはですね西暦1831年、店舗2年創業のね老舗のうなぎ屋さんです。今日はですね山田さんの方はですね月曜日お休みだったので、今日はこちらにしました。ここも老舗なので美味しいと思うんですよね。それではうなぎのかば焼き食べに行こうと思います。行ってきます。はい、これでね今回の動画は以上となります。今回のね観光動画いかがだったでしょうか。今回のね香取市観光歴史のご紹介という形で今回動画をね公開いたしました。とてもねこの香取市はですね歴史がねかなりいい建物がたくさんありましてね、見るものもたくさんございます。食べ物もね大変美味しかったです。お団子美味しかったな。香取神社の過去の動画でね栃木県の栃木市の小江戸、そして今回はですねこの香取市の佐原の小江戸という形で2回目という形で小江戸のねエリアのご紹介をいたしました。ぜひねこの香取市まだ来たことがない方はですねぜひ来てみてください。私もね、今日はもう疲れました。疲れたんですけども楽しいこともねたくさんありましたので、それではね今回の動画は以上となります。今回の動画がね参考になったと思いましたらね、グッドボタン、高評価、それとね下にありますチャンネル登録の方ですねよろしくお願いいたします。それではね次回の動画でお会いしましょう。それではまた、バイバイ。